しんのすけ、しんのすけ。なに？もう幼稚園に行くお時間？また寝ぼけおって。ここは春日部で寝ど。うん、じいちゃん。あれ、おら、何してたんだっけ？ここは秋田じゃよ。ヒロシの出張についてきたんだべ。うわぁ、そうだったぞ。で、じいちゃん、今日は何して遊ぶの？今日はの、虫の捕まえ方を教えてやるがな。ほれ、支度支度。じいちゃん、先に行ってるぞ。わぁ、じいちゃん、待って！オラも行くぞ！お父さん、いつも遊んでいただいてすみません。しんちゃん、おじいちゃんの言うことをちゃんと聞くのよ。ブルジャー。今は姿が見えないけど、僕を見つけて。じいちゃん、ここで虫捕りするの？んだ、ほら、ヒロシが使ってた虫網だ。すいません、ちょっといいですか？え？この辺にガソリンスタンドってないですかね？
この道をまっすぐ行くとちっちゃいばあちゃんがやってるスタンドがあるんじゃ。よかった、道に迷っちゃってガス欠寸前でしたよ。いや本当に助かりました。君の持ってる虫網いいね。昆虫採集してるの？父ちゃんの虫網だぞ。それは素敵だね。珍しい虫を見つけたら僕にも見せてね。ありがとうございました。頭もじゃもじゃだったね。オラももじゃもじゃにしようかの。じいちゃん、ないものはできないぞ。では、気を取り直して虫取りを始めるぞ。やっ！うわお！そうじゃ、その調子じゃ。今日一日でどれだけ捕まえられるか、じいちゃん楽しみにしてるぞ。ふっと。うわお！あ、はて、そういえば。じいちゃん、どうしたの？実はな、しんのすけ、この村に昆虫ラブのお姉さんがいるんじゃ。ふんふん。分厚いメガネをかけてて分からんが、俺は絶世の美女だと睨んでる。虫をいっぱい捕まえて見せてあげたら喜ぶと思うぞい。ふふい、ほら、会いたい会いたい。この先一歩たりとも通すことはできないんだーぜっと。なんで？え？オラは通りたいぞ。だって通しちゃいけないぞって言われたんだもん。誰に？それも言っちゃいけないんだもん。オラ通るぞ。ダメなんだもん。三つの合言葉がないとダメなんだもん。三つの合言葉？うん。エースとプリンスとチャンプの合言葉。
やっ、ほうほう、お姉さんって昆虫ラブのお姉さん？こんにちは。あなたは確か凛之助さんの。ほら、野原しんのすけ5歳。じいちゃんは父ちゃんの父ちゃんで、父ちゃんはオラの父ちゃんなんだぞ。あ、ごめんなさい。私はカズコ、キリュウインカズコです。おお、なんとも迫力のあるお名前。あなた、それは。え、あなたが持っているそれは、もしや見せなさい。もっと近くでお見せなさい。ごくり。かずこお姉さん。近づいてきてるんだわ。キャラ変わりすぎで怖いぞ。え、あら、あ、ごめんなさい。私まだやっちゃいました。昆虫のことになるとつい我を忘れてしまうんです。それよりしんのすけさん、このアゲハ私の図鑑に載せていいですか？私この辺りの自然物を図鑑にしているんです。ね、いいですよね。はい、これでよしと。アゲハはお返ししますね。じゃじゃん、カズコの自然図鑑の完成です。おお、オラが捕まえた蝶々が図鑑になったぞ。昆虫だけでなく、魚や山菜や鉱石なんかを見つけた時も私に教えてください。図鑑に載せたいのでね。分かったぞ。やっ、ほうほう、
ゆっとゆっとゆっと。ほうほう。よっ。おお。ここは通せないぜーっと。初めて見る顔だな。誰だお前。そっちこそ誰だ。ふん、僕を知らないとはやはりよそ者か。よそ者じゃないぞ、野原しんのすけだぞ。教えてやろう、釣りの名人プリンスとは僕のことだ。プリンス、もしかしていい匂いを振りまいて自己主張したいナルシスト男子。リンスじゃない、プリンスだ。この先はレアな魚がいっぱいの僕のテリトリーだ。魚の良さがわからない素人は通すわけにはいかないんだぜっと。へへん、そんなこと言ってさては恥ずかしい本とか隠してますな。困りますわ、最近の子は成長が早くてね、奥さん。違う、拾ったことはあるけど隠してはない。どこで拾ったの。ああ、もう分かったよ。ヤマメくらい釣ってこいよ、そしたら考えてやる。そろそろ始まるわよ。うっふーい。ああ、ヒロシがテレビに出るんじゃろ。父ちゃんいいな、アクション仮面と会った。そんなんじゃねえよ、今度の仕事は取材されたんだって。やった、録画するの忘れてた。ほら、ミサエさん、始まるよ。本日は双葉商事の野原さんにお越しいただきました。
出た、映った。うわぁ、タイヤ。野原ひろし、35歳です。年齢はいらんじゃろ。なんだか謝罪会見みてえだな。うるせえな、黙って見てろって。双葉商事さんでは地方創生に力を入れてらっしゃるんですよね。はい、その一環で日本各地に埋もれているその土地ならではのソウルフードを生かした新しい食のサービスを展開していく予定です。それは楽しみですね。具体的にはどんなサービスをお考えなのでしょうか。ここ秋田でもきりたんぽや比内地鶏などたくさんの食材を使ってメニュー開発を進めていきます。このプロジェクトを成功させるために家族を連れての長期出張を決断しました。なるほど。実は私も秋田の生まれなんですが、自然豊かなこの土地は子育てにもいい環境ですし、今住んでいる古民家もとても気に入っています。父も母も遊びに来やすい上、住宅手当も想像以上に。はい、野原さん、ありがとうございます。以上、秋田からの話題でした。父ちゃん、ノリノリだったぞ。うるせえ。レポーターさん美人じゃったな。今日の虫捕り楽しかったの。で、あれからどのくらい捕まえられたんじゃ。数は分からないけど、和子姉さんが図鑑にしてくれたぞ。おお、昆虫ラブの和子ちゃんじゃな。なかなか愉快なお姉さんじゃろ。村の自然を研究している学生さんじゃ。キャラ変わりすぎて怖かったぞ。気をつけろよ、しんのすけ。和子ちゃん昔はブイブイ言わせてたらしいからの。ブリブリ？いや、ブリブリじゃなくてブイブイじゃ。ブイブイ、ブイブイ。そうじゃそうじゃ、ブイブイ、ブイブイ。じいさん、遊んでねえで、そろそろ帰るど。あ、いかんいかん、もうこんな時間か。あら、お帰りですか。しんちゃん、みさえさん、また明日ね。しんのすけ、明日もじいちゃんとたくさん遊ぶぞい。うふーい。おやすみなさい、お気をつけて。ほら、しんちゃんも歯磨きして寝なさい。はい。どんな夢見てるのかな。